俺たちただ普通に遊園地で遊んでただけなのに、なんでこんなとこいるんだ。なんか怪しげな男たちの取引現場を見ていたら、どっかとバーボンでもなんか遊園地こっちでったぞ。俺の持病は感染力のあるコビットと言われている謎の病気だそうだ、病だそうだ。国一番も一緒に見てもらったところ、魔女なら治せるだろうと言われた。俺は持病を治すため遺跡を通って魔女に会いに来た。怪しくない？だって意味は似てじゃねえから、なんかめっちゃおしゃれじゃない？おしゃれでやってるこれ。電池こんな感じだ。そうだね。5672じゃねえか、バカ野郎。おぉ、感知魔法が手に入りました。あ、ライト適当にやったライト。え、キノコ？いや、真ん中。あ、魔女がいる。魔女はすんなりと俺の病を治してくれたが、対価としてフローズン薬の世代である魔法石、ドラゴンの鱗、世界樹の根、ドラゴンの尻尾、血液の粉が必要と言っていた。果たしてどうやって手に入れたのか。これレーザーに当たってやっていくリズムゲーム。一番レーザーに。おー、ボーナスチャンス、ボーナスチャンス、ボーナスチャンス。絶対違う。何そういえばドラゴンの鱗だが、島のどこを探してもなかったらドラゴンから直接採取した。めっちゃ怖かった。寝ているドラゴンの手を狙うのはすごい。あれか、一番大きいあそこのドラゴンか。写真に戻ることも大切です。バリアブロック、なんか入れんの順番に並べて、赤に赤いと入れていいですね。ところ変わって、トマトは血流を良くするものが含まれています。その動きはベータカロテンの2倍、ビタミン E の100倍もあるそうで、がんを予防する効能が高いと言われています。そして効能や効果としては血中のコレステロールの酸化を予防して血栓を防ぎ、血流を改善する働きや肥満予防にも有効な成分です。ケルセチンやピラジンには血栓を予防する効果があり、血液をサラサラにして血管を丈夫にする効能があります。さて、この文章の中で血という言葉は何回出たでしょう。関係ねえ。血液、血管、7。うい、なんか消えた。あ、なるほどね、なんか消えてくんね。あと2つ光るか。なんか開いてない、ここ開いてるね。この家を覚えてるかな、最初の家。こんなつき、レンガの音が。ここと同じ家にあるものが隠されているよ、探してみて。ここと同じ家にあるもの、最初の家にあるものが戻ればいいんか。じゃあ最初の家に、お、なんか魔女の宝をパーツで置けば、え、なんか宝見て、うわー、ボーナスチャンスや。なんか宝見てた、ほら、いいやろ。おお、私が怪盗ルパン。なんか隠されてる？怪しげなシティがある。怪しげな、あ、チェストの下にチェストある。血液の粉。え、これで今血液の粉と魔法石見つけて、で多分あのドラゴンの鱗ってあのでっかいドラゴンから採取するのかなって思って。このでっかいやつ。どうやって飛ぶ？この牙ようやったんな。アイデア賞やわ。アイデア賞やな。うん、そうだ。こっち？あー。いる人いた。大丈夫かー。あ、追いかける人いる。追いかけんでいいね。ドラゴンのやつね。それがいいの。
寝ているドラゴンのなんか手からなんかなんちゃらかんちゃらとかってなかった？なんかあったような。でっかいドラゴンは寝てるっていうことでよろしいの？っていうことじゃない。これでも寝てるってことなんじゃない？うんこでかいの？うん。でもそうやったとしてもどうしたらいいかわかんないな。なんかチェストがあるとか。このドラゴンを引きに？ドラゴン あったあったここにあった見てくれそれドラゴンやったうんこれドラゴンでここにさちょっと色変わってるやん、うん、ここに入ってたドラゴンのロゴそれかまどかこれ、うん、ディスペンサーディスペンサーああこれドラゴンあ、これめっちゃ牙って牙痛い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 死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞお前死ぬ死ぬ死ぬドラゴンに近づいたら肩が大丈夫か何が足りんなんか足りんやな回復したありがとうありがとうございましたお医者さんいたおいやばいあ、これいい。夏してるんだよね。あ、これか。これやんの、やるのかな。島っぽくないなんか。二つ入れるものがある。ここにない植物ってことかな。かな。このマップにある。ツツジが咲いてて。あんじゃね、この似たような島があるんじゃない？これあれだろ。これだろ。え、絶対これだろ。葉っぱがこれと同じやつあったね。な、くない？なんかやるやつどっかにあるってこと？あ、あれちゃうの？これ、ライラック。あったあった、あそこの、あの中に。あったね。植物ある？あ、降りれた。え？え？これ上がるんじゃない？上がんのかな？上がれたよ上。でも別になんかあるわけでもないのか。いや。あった。あった？違う？わからん。月の石。月の石。あ、多分違う。違う。違うやつ見つけました。まずい。違うけど、それもなんかちょっとよくわからんね。オーパーツ。オーパーツ。いて、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 死ぬぞ、死ぬぞ。死ぬ、死ぬ。あ、まだ。いて、てめえ、てめえ。今のは単純な暴力。え、この感じってのあれあれんあ落下した殺してくれどうしたスタックしたスタックしたあやばい俺ハート 0.5 あと私が来たあと一発食らったら死ぬお死んだで食らってる何もしねえフォローしてまず死にそれもあばやばいやばいあと1ハート1どこにいんの行けないかも俺行こうとしたら絶対トゲが刺さる位置やあなんかスイートベリー取れたでも取れても痛いトゲは取れてないどこでスタックしてんの？後ろ後ろ。後ろ？上上上。待って待って待って。あ
ああ、そんな近いとこマジで OK の一番前だ、今。あ、ああ、殺したかと思ったわ。あれえあ、俺、キーボードは行かれてんだ。前のやつじゃん。前も一回あったやろ、それ。なんかあったな。どうやってましたっけ一回出た。切断。悩落ちした。あけ？オッケー、一回死ぬかじゃあ。意思は聞かない。AFK ペナルティーやわ。何したのマジで。あれ動けなくなっちゃった。ダメかも、ダメかもしれん。何か俺、ダメかも、あ、大丈夫や、大丈夫や。あ、俺もダメかもしれん。あ、じゃあ、サクサク言ってる。何したらいいんやん、これ、わからねえ。あの島になんかあんねやろな。それしか分かってない。2個入れなあかんでもな。そう、動けない。さっきロータスさん何持ったっけ？なんかの大パーツ持ってなかったっけ？大パーツ持ってるよ。マジで。それあそこに2個入れへん？いや。1回。違うかな？違うと思う。なんかあれいっぱいやねんか。あ、そうなんや。動けないんですけど。どうした？全然動けへんくなるやん。あ、下行った。下行けた、下行けた。なんか。あ、どこの下？え、ここ。この島にしかない花みたいなのがあった。どこ、ね、あの島の、あー、いたここ、あぶ、あぶね、近くた。ここにさ、ちょっとなんか怪しげになんかちょっとあるやん。あー、怪しいと睨んでましたよ。下行けてないお前。この島にしかない花って書いてある。なんて書いてこの島にしかない花って書いてある。あれじゃん、その花いるんじゃないですかね。この花は入れるってことやろうけど、でも取れるわけじゃないから。記憶。この緑で先端がピンクのね。あれじゃん、この島にしかない花をあそこ入れたらいいか。じゃあラインナップとあのなんか変な形。ライラックあるのでも、ありうのかな。ありうのやったら違くね。でもダメ、違うかな。あ、動いた。あ、あいた。何したらあいた今。順番、そう、スターリウムで上ライラック。あ、だあの花の順番じゃない。アリウム下にあってライラック上にあったやんか。そういうことね。で、このこのコンジットがあの場所やったんじゃないの、あの花の場所。ああ、水の下にあったやと。そう、なるほどね。あ、確かに。あ、そういうことね。うん、石垣の周りにあったやつと水の下にあったやつを。そして今ドラゴンの尻尾のヒント。何もきひん。おって、そこ歩けるんかよ。見せかけやった。めっちゃ見せかけやった。なんだよ、もう落ちてると思う。バグるんかと思った。あ、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 うわー。りょうさんは異次元の世界へ飛ばされた。したかな。魔女の部屋に隠しが。あ、まだ非道的グループって。嘘やろ。何がトリガーになってる。魔女の部屋に隠しがあるかもしれんらしい。おぎろ、頑張れ。いけるぞ、お前ならいける。頑張れ、諦めるな。お前先行ってるわ。ほな。なんだこれは。こっちじゃなかった。こっちじゃないよ、魔女の家。魔女の家行こうとしてんのに、なんそっち行ってんだ。魔女の部屋に隠しがあるかもって書いてんけど。うん。魔女の部屋に隠しなんかある。
隠しの何と書いてない。隠しがあるかもしか書いてない。なんか卵みたいなやつビシッて潰しちゃったんやけど大丈夫？大丈夫。なんかあのエンドラの卵みたいなやつビシッとした。だって潰した。見振りしたら消えた。とりあえずこんな入り。あと一個。あと一個やね。違う。一回入れていい？うん。順番関係ないもんな。でもなんか順番に並べてる。左から右に並べてる。順番で。やのにいきなり右側にこのオーパーツ置くのはよくわからんもんな、うん、オーパーツだって俺も持ってるし数が分かる。確かにこれあれやね、あとだから多分今、魔法石とドラゴンの鱗と世界人の目と血液の粉は入れてある。ドラゴンの尻尾、が見つかる。魔女の部屋に隠しがある。おい、出せ。それでドラゴンの尻尾がこの部屋にあるの？うん、この部屋。あ、ドラゴンの卵をゲットしました。違う。より違う謎解きしようとしてない。ほんまに。え？別の謎解きしようとしてる。動けへん理由の。来て。日の出っち。はい。最初のさ、大理石の部屋とかあったとこ来て。このチェストの下。この角っこ右クリックしてみて、樽になってた。どこが角？このさ、若干色変わってるやん。あーほんまや。ドラゴンの尻尾ダッサ墓石みたいな。ほんまにほんまこれ、ドラゴンの尻尾らしい。墓石やつなんか、アイスバーみたいな。ホームランバーみたいな。ハズレのホームランバー、うん、当たりではない。順番並べておきました。お？ここに入れるだけでいけるはず。え？書いてある順番にだと思って、書いてある順番に入れたけど、ちゃうんや。何も大きいんだ。いいよ。左から右に並べてんの？あれじゃん。あのさ、最初のさ、一番最初のところにさ、なんかさ、左から右にみたいなさ、なんかなかったっけ？一番最初。ない。あ、動けてるやん。動けてる。あ、よかった。あと10秒ぐらいで止まる、また。このさ、大理石とかの部屋のところ、看板がさ、左から右にみたいになってる。あー。色じゃない？まあ、色これやな。何？緑？紫アメジストンですやろ。で、血液。血液。で、社会人の目、尻尾。やれ、ね。ちょっと覚えといて。もう覚えた。余裕よ。何やったっけ何やったっけ言ってるっけまあ、大体でいけるから。じゃあ、俺、待ってな。ちょっとメモする。もう任せて。もう余裕よ、俺。覚えた。ほんまに？うん。行っちゃった。全然いけちゃったけど何の演出もなくあれとは、何も変わらんかったから俺間違えたんやろなと思って中見たら変わってた。おう、フローの薬あるやん。お、口臭に気をつけよう。さ、ロタさん臭い。やべ、昨日ニンニク10個食いしたのバレちゃった。ロタさん風呂入ってないわ。体まで口臭、言うとるやんけん。一月は入ってないよな。毎日入ってるわ。はい、なのに香水振ってるから混ざってる。体内に香水振ってんでやばい。カレー臭も混ざってるな。還暦やからな、もう。おう。
をありがとう約束通り君を地上に返してやる神々やつ。クリアおめでとう。クリアした。終わった。オーパーツ機はオーパーツコレクションなんよ。なるほどね。ああ。全部揃った。全然ちげえだろ。全然揃った。全然ってこれちげえだろ。壊すな壊すな壊すな。壊すな壊すな。ああ。ああ。急に破壊する力をつけると思わへんや。強くなっちまった。まあでなるほどね。この気球が脱出戦みたいなのが最後クリアのところになってたんだけど。すげえ。上から見たらマジですごい。本当だ。なるほどね。まあ無事脱出できました。いや、2つの謎解けたな。うん。もう謎解けたな。はい、ということでですね、今回、歯車塾家の魔女のソルジャーまで。アイフマップで遊んできましたが、隅々までね、来られてまして、面白かったですね。うんうん。君たちは何なんだ？パントマイムなのかな？無音声の映画でもやっていいのかな、君たちは。はい、ということでですね、この動画が面白いと思ってくださった方はですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バーイ。